こんにちは、ゲント2025000です。今日紹介するプラレールはこちらです。 C12-50 のプラレールを今日仕事帰りに中原のブックオフで買ってきました。まあこんな感じで袋詰めにしています。今日なぜこれ買ったかって言いますと、 SL 門加工を SL 門加工にしたら面白いかなっていうことで、ちょっとか今日買ってみました。ではいざ開封いたします。開封いたしました、車両はこんな感じ。コムカパッキンは片方ないけど、まあこっちはまあパーツとして、まあパーツとして買います。やっぱり SL もいいですね。今週火曜日は田園都市線5000系買いましたが、まあこれはね、なんで買ったかっていうと、もう一目瞭然、 SL 猛加工風にしたいなっていうことで買ってしまいました。引かせる客車はさ、やっぱり50系客車だったらいいなっていう感じ。こんな感じです。まあ今日中原のブックオフで110円で買いましたので、まあプラレール再開は第2弾となってしまいましたね。これからも順次プラレール買ったら、またプラレールや N ゲージ買ったら配信動画を出していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。今日の配信動画はこのプラレール C12-50 を買ったっていう開封動画でした。明日の配信動画は半蔵門線の1万8000系の講習の動画を出そうって思っています。それではまた次回お会いしましょう。